何者だ。まさか反乱軍か。反乱軍の奴らが現れたぞ。デニム、俺は逃げるぜ。情けないって言うなよな。
うわの部隊の到着はもう少し時間がかかるはずだ。皆で手分けして各代表者を一箇所に集めてくれ。こちらの意図を伝える。
ふざけるな。俺たちが来たのはそんなセリフを聞くためじゃない。お前らはこのままガルガスタンの奴隷でいいって、解放軍は邪魔だって言うんだな。そんなに熱くならないで、バイス。これじゃ話したくてもできなくなるわ。戦って何になるというんじゃ。争いは憎しみしか生み出さん。わしらは今のままでいいんじゃ。ここなら戦火に巻き込まれることはなく、食うにも困らん。家畜と変わらない生活なんだぞ。ここにいる限りそれは変わらない。自由が欲しくないのか、人間らしい生活をしたくないのか。ウォルスタの誇りはどこへ行ったんだ。あんたたちが何もしなければ平和な生活が続いたんだよ。解放軍だかなんだか知らないが、ただ首がすげ替わるだけのことじゃないか。同じことを言ってた息子は半年前の戦争で死んだよ。私の息子を返しとくれ。お願いじゃ、このまま帰ってくれんか。ここに戦おうという者はおらん。それにお主たちは勝てるとでも言うのか。あの強大な力を持つガルガスタン相手に。英雄だかなんだか知らんが、公爵に乗せられているだけではないのかの。遅くなって申し訳ない。ちょっとこっちへ来てくれないか。話を聞かせてもらった。やはり説得は難しいようだな。いや、気にしなくていい。こうなることは分かっていたんだ。よく聞いてくれ。これから町の住人を一人残らず殺すんだ。こうなることを予想されていた公爵殿下のご命令だ。どうして、一体どうして、なぜなんだ。理由を教えてください。公爵殿下はこう仰せられた。バルマムッサの住人がすんなりと放棄するなら何も問題はない。しかし、あの子供たちが言ったとて、連中は武器を手に取り革命のために命を投げ出したりはせん。その時お前はガルガスタンを装い、住人を一人残らず殺すのだ。何ですと、我が同胞を殺せとご命令になるのか。落ち着け、レオナール。お前は頭の良い男だから分かろうが、良いか、ガルガスタンとの戦いに勝つにはこれまで以上に我々ウォルスタの団結が必要なのだ。バルマムッサが奴らによって滅ぼされたとあれば、他の自治区にいる同胞は嫌おうもなく戦わざるを得まい。しかしそれに、そうした暴挙をガルガスタンの反体制派が黙ってはおるまいよ。いずれにせよ、バルバトスは戦力を我々とガルガスタン内部の反体制派に分散しなければならなくなる。そして我々はバルバトスを討ち取る大義名分と勝機を得ることができるというわけだ。しかし、デニム殿は黙ってはおりますまい。その時はお前が。従ってくれるな。
こうしなければウォルスタに明日はない。バカなことはやめるんだ。罪もない人々を殺して何が大義だ。やはり君は幼い。その無垢な心が羨ましい。自分の手を汚してでも理想を貫く。それができなければ戦いに参加してはいけない。いけないんだよ。デニム、デニム大丈夫？バイス、こっちへ来て。バイス、どうしたの？あなた、まさか。バイス、やれ。その3人を殺すんだ。バカだな。戦う意志のない奴なんか死人と同じじゃねえか。何人殺したって死人なんだから誰も咎めやしないさ。それどころか同胞のためになるなら喜んで死ぬ。あなた本気で言っているの？どうしちゃったのよバイス。黙れカチュア。食い物が手に入らないあの貧しかった時、俺が手に入れたウサギの肉を覚えているかカチュア。お前は礼も言わずに弟に食べさせやがった。俺がお前のためにやっと手に入れたウサギの肉なのに、礼も言わずに当たり前のように俺をバカにしやがって。デニム、てめえもだ。気に入らなかったんだよずっとな。どうしててめえがリーダーなんだ。どうしててめえがカチュアの弟なんだ。レオナール、殿下は本当にそんなご命令を？あなたはそれを本気で実行しようというの？無論我々は命令に従うまでだ。それが閣下に、いや国家に忠誠を誓った者の責務であろう。同胞の犠牲を厭わぬどころか、その犠牲を戦争の道具にしようというのね公爵は。命を懸けて戦ってきたのに主君の民を裏切るなんて、私はなんて愚かだったんだろう。ラビニス、君はこの後に及んで任務を放棄し主君祖国を裏切ろうというんだな。裏切る？違う、そうではない。公爵を、お前たちを見限るのだ。ウォルスタの未来のため共に進んで行けるものと思ったが、いや同胞でも意見をことにする者がいるのだ。同胞でない君ならばなおさらか。私が同胞ではないと。君にはウォルスタ以外の血が、ガルガスタンの血が流れている。所詮根血の君に期待するなど間違いだったということだ。引け、ガルガスタンの猛者よ。我らは平和を願いこの自治区を建設した。にもかかわらずアルモリカのロンウェイとその一派は平穏な生活を踏みにじり、再び攻撃を始めた。我々は座して死ぬつもりはない。奴らにガルガスタンの誇りを見せてやろう。この町に救うウォルスタの豚どもを殺せ。根絶やしにするのだ。行け、聖なる兵どもよ。バイス、あとは彼らに任せろ。こっちへ来い、町をやるぞ。待て、レオナール、バイス。引っ込んでろ、この半端もん。レオナール、
こんなこと許されるわけが。